ブリンク182はアメリカのポップパンクバンド。もともとはブリンクというバンド名だったがアイルランドの同名のバンドから訴訟を起こされ、やむなくブリンク182と変更した。182という数字の由来ははっきりとはせず、ベースのマークホッパスによれば、たまたま泊まっていたホテルの部屋番号からギターのトム・デ・ロングによればマークが逮捕され、 法廷に呼び出された時の整理番号とのこと。また、ホッパスは頭文字の B は小文字で書くように言っている。ポップパンクの代表的なバンドの一つ。全裸で街の中を駆け回ったり、アイドルグループをバカにしたりした PV が若者を中心に支持され、MTV で大量にオンエアされる。その同時期に発表したエニマ・オブ・アメリカが全世界で700万枚の売り上げを突破し、 世界各国で数々の賞を総なめにするなど爆発的なヒットを記録した。同アルバムは新世代パンクの始まりを告げるようにランシドやグリーンデーの作品を担当していたジェリーフィンをプロデューサーに迎え、パンクにもかかわらずポップで宣伝された音を実現させた。また、スケボー、サーフィンなどのブランドを中心としたファッションが特徴で、 サポートを受けているハーリーのシャツやディッキーズの874、ハーフパンツを着用している。自らも、マークとトムが、アッティカス、マクベス、トラビスが、フェイマススターズストラップスというブランドを立ち上げた。2005年で無期限の活動休止を宣言し、現在までにオリジナルアルバムを5枚リリースした。売り上げの総合計は、全世界で2000万枚以上を記録している。 音楽のみならず、クロージングブランドも自ら経営し、その影響は、ストリートカルチャー全体をも巻き込んだ。2009年活動再開。2011年9月に再結成後としては初、そして実に8年無事となる、ニューアルバム、ネイバーフーツがリリースされた。2008年撮影。左から、トム、マーク、トラビス。1992年。 カリフォルニア州サンディエゴ郊外のパウエイで結成。1993年、フライス・ワターを自主制作し、リリース。1994年、カセットテープ作品のサードでも、ブッダを限定販売。2月には、ファーストアルバム、チェシャー・キャットをリリース。1997年、セカンドアルバムの、デュード・ランチをリリース。 これを機にメジャーレーベルである MCA と契約。1998年1月から行われたワープドツアー98にノー FX、ペニー・ワイズラと共に参加、二度目の来日を果たす。ツアー後にはスコット・レーナーが脱退し、公認としてトラビス・バーカーが加入した。1999年、サードアルバム、エニマ・オブ・ザ・ステートをリリースする。全米で500万枚。 全世界で700万枚以上のセールスを記録し、出世作となった。このアルバムから、ジェリーフィンがプロデューサーを務めることになる。なお、この作品は、ニュースクールパンクの音作りを象徴するものとなり、ポップパンクのアホなキャライメージを植え付けることになった。2000年、MTV、ベストグループビデオアワード受賞、ベストニューアクトアワード受賞、前作のヒットした、 直後のライブを収録したアルバムザ・マーク・トムトラビスショーをリリース。ファンへのプレゼントという彼らの意向が反映され、約2ヶ月で廃盤になる。2001年通算4作目となるテイクオフ・ユア・パンツジャケットをリリース。全米初登場1位、全世界で400万枚の売り上げを記録。前作の洗練された音をベースに激しいパンクサウンドや、 キーボードを駆使して、エモ的な要素を見せた。この頃、頭角を表し始めていた後輩バンドのサム41、ニューファウンド・グローリー、シンプル・プランなどへのゲスト PV 参加といった援助をしていた。2003年、通算5作目のアルバム、ブリンク -182 をリリース。全米最高3位、全世界で600万枚以上の売り上げを記録した。このアルバムで、 今までのポップパンク路線から脱却し、エレクトロニック、ヒップホップ、ニューウェーブなど様々なジャンルをパンクにミックスした新たな音楽に取り組んだ。彼らが好きなアーティストとして挙げているザ・キュアのロバート・スミスもボーカルでゲスト参加をし、ダークな一面を覗かせている。2005年2月24日に無期限の活動停止を発表。活動停止を発表後、マーク・ホッパスは、 プロデューサーとしても活躍しつつ、2005年にドラムのトラビス・バーカーと共に結成した4人組の新バンドプラス44でアルバム When Your Heart Stops Beating をリリースし、全米で初登場2位を獲得した。同アルバムはブリンク182の延長上にあり、エレクトロニック、R&B などの要素がより一層強い。トム・デ・ロングは元オフスプリングのドラマー、アトム・ウィラードと、 新バンドエンジェルズエアウェーブズを結成、デビューアルバム、We Don't Need to Whisper, セカンドアルバム、I Empire をリリース。ローリングストーン誌で報じられたように、U2 やピンクフロイドに類似しているとの意見がある。2008年9月19日夜、アメリカ・サウスカロライナ州コロンビアで6人を乗せたプライベートジェット機が離陸前に滑走路を突き抜けフェンスに衝突。 隣接する道路に突っ込んで炎上し、搭乗の4名が死亡、トラビス・バーカーと1名が渋滞となる事故が発生。24日、現在アメリカ国家運輸安全委員会は、事故の原因を調査することを発表。トラビスは無事に退院し、怪我はすでに感知している。2009年2月5日、51回目のグラミー賞で、ブリンク182が、 プレゼンターとして登場すると発表された。メンバーの3人が一緒にステージの上を立つのは2004年の12月以来。エンジェルズエアウェーブズのデイビッド・ケネディがバンドのマドリフでブリンク182が2009年に新しいアルバムをレコードすることを語った。しかし、そのアルバムリリースは後に大幅に延期されることとなる。2011年9月27日。 約8年ぶりとなる6枚目のアルバム、ネイバーフーツをリリース。全米ビルボード200にて、初登場2位を記録。その他、イギリスやカナダでも初登場上位を記録するなど、彼らの復帰を決定づける作品となった。メジャーを離れ、2012年のクリスマスに5曲入り、EP、ドックス・イーティング・ドックスをデジタル配信のみのリリースを、した。 2015年1月27日、バンドの公式サイトより、トムの脱退が公表された。バンド側は声明の中で、トムが新曲のレコーディングやライブツアーに長らく参加しない状況が続き、最終的にはバンドのマネージャーを通して、バンドを辞めたいというメッセージが送られ、トムの意向を優先した、とコメントした。しかし、翌日28日、トム本人により、 バンドの脱退を否定するコメントが発表され、トラビスはインタビュー内でトムの逃げ切らない態度に苦言を呈した。その後、バンド側より今後のツアー以降は代役を迎えて活動を続けることが発表され、トムの脱退が決定的なものとなった。3枚目のオリジナルアルバムとなるエニマ・オブ・アメリカはロックシーンにおいて一つの流れを生み出した作品である。ランシドや グリーンデーなどの作品で知られるパンク界では、ヒットメーカーのプロデューサー、ジェリーフィンと共同制作した同アルバムは、パンクにもかかわらず洗練された音作り、キーボードの使用、複雑なドラムパターンなど、発売当時としては斬新な作風であった。このアルバムは、メロコアブームが落ち着いた1999年に、リリースされ、カットされたシングル3枚が全て米。 ロックチャートの10位以内に入り込んだ。さらに、アルバム収録曲の PV が裸で街を走り回ったり、ボーイズグループを着火したパロディアとなって大きな反響を呼んだ。音楽だけでなく、ファッション、明るいバカキャラ、下ネタといったことが人気に追い打ちをかける。アルバムはその年だけで、オーストラリア、ニュージーランド、イタリアなどで、プラチナディスク、アメリカ、イギリスなどでは、 ゴールドディスクに認定され、全世界で700万枚の売り上げを記録した。その結果、後に新世代パンクといわれるポップパンクのブームを引き起こす。ちなみに、アルバムタイトルのエニマ・オブ・アメリカは、ウィル・スミス主演の映画エネミー・オブ・アメリカのパロディである。ありがとうございます。